はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、また動画にコメントで感想という名の質問をいただきましたので、それを紹介したいと思います。今日いただいてますのはクミ T さんからです。はじめまして、はい、いつも分かりやすい説明でとても勉強になります。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。質問があります。ピアノ発表会を開催するのですが、会場は60席ぐらいの部屋でヤマハ S6B を使用します。当日ホールの関係者は不在で自分たちでセッティングします。ピアノの置き方は正面から見て真横がやはり一般的ですか、少し斜めだったり、演奏する子供が写真映えする角度などがありますか。ピアノのキャスターの向きはこだわった方がいいのでしょうか。大人の連弾の際、蓋は全開のままで小さい部屋でうるさすぎないのか悩みます。何かピアノのセッティングや発表会でのポイントがあれば教えていただきたいなと思います。平瀬さん、よろしくお願いいたします。ということで、はい、ご指名いただきましてありがとうございます。はい、今回ですね、結構たくさん質問いただいてますので、一つの動画じゃなくて、ちょっと複数に分けていきたいなと思います。まずですね、1個、まず簡単に答えれるものですね。ピアノのキャスターの向きはこだわった方がいいのでしょうか。これですけども、これも過去の動画でお話しさせてもらっている通りですね、ピアノのキャスターは外に向けた方が楽器自体が良くなるんですよね。なので、例えば今回60席しかお部屋がないですから、うるさくないのであれば、ちゃんとその斜め向けて、ちゃんとピアノの響板がちゃんと広がった状態、いっぱいになるような状態でやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。まずそれが基本かなと思うんですね。で、そこからとりあえずスタートしましょうか。今日の、質問に対するお答えですが、まずですね、置き方はですね、正面から見て真横がやはり一般的ですか、少し斜めだったり、演奏する子供が写真映えする角度などありますかっていう質問にお答えしたいと思います。これはですね、ぶっちゃけお好みではあるんですが、クラシックのコンサートの場合、基本はやはり真正面から見て真横っていうのが基本になっていきます。で、それに対して斜め向けるものっていうのは、やはりちょっとポピュラー寄りのものは斜め向けますよね。我々の発表会とかでも、ピアノ以外にエレクトーンとかね、ドラムとか一緒に出る場合があるんです。そういう時ってやっぱり大きなグランドピアノの場合、どうしてもこう奏者が端っこにやっちゃうんですよね。そうなる時は斜めに振ることがあるんですが、振っちゃうとですね、これが一気にこうポピュラー感が増してしまうんですよね。で、それでも全然いい、気にしないっていうんであれば、その舞台をきれいに使うっていう意味では、まっすぐにこだわらなくてちょっと斜めに振ってもいいかもしれません。で、実際の話、斜めにする方が動いてる手とかがよく見えるんですよね。あと、写真屋さんも写真写りということを考えると、やっぱり真横よりもちょっと斜め向いてる時の方が撮れる角度がたくさんあるらしいんですよ。なので、うちの、発表会の場合は基本的にはこう真横ですので、写真屋さんからすると面白くないのかもしれませんが、条件が許すのであれば、ちょっとこうピアノを振っていただいて斜めにしてやっていただくのもかっこいい写真が撮れるかもしれません。そこは本当にお好みだと思います。で、先ほど言いました通り、その子供が写真映えする角度っていうのは、やはりね、ちょっと斜めっていう方がかっこいいんですよね。なんとなくこうおしゃれに弾いてる感じは確かに見てて感じるんです。だから、そこら辺を撮るか、いわゆるそのクラシックの発表会みたいな感じを撮るか、2択ですね。本当にこれはお好みだと思いますので、好きなように選んでいただければいいんじゃないかなと思います。お一人でされるんでしたら、本当に先生のお好みでいいんじゃないでしょうか。いっぺん並べてみて、うんって考えられて、で、多分慣れてるのは真横だと思いますので、まず真横で、で、ちょっと斜めにやって違和感なければそれでやっていただいてもいいかなと思います。最近はね、ポップスの曲を発表会で弾く人も多いので、それでも雰囲気は潰れないかと思います。その辺は柔軟にやっていれたらいいんかなと思うんです。はい、ご参考になさってください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、LINE の登録、メールマガジンの登録、3点セットでぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今日ですね、まだお答えできていない質問がありますので、次回この質問にお答えしたいと思いますし、で、これ見ていただいた感想と一緒に、今日みたいに質問とかいただけると、また我々のモチベーションにつながりますので、ぜひぜひご協力よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。